ボール、あ、外の低めのボール、変化球振らせました。吉田、結果を早く欲しいという気持ちはと、うん、右中間だ、ライナーが伸びていく、間を割った、ダイレクトフェンスか、清宮が二塁に行きました。あ、センターへ抜けていく、うん、ショートの頭上だ、左中間の真ん中、清宮は帰ってくる、もう一人帰ってくるか、中島タイムリーツーベース、2回目の盗塁を取りました。おー、これもいい当たり、捉えた、中島はもちろん帰ってきます。お、初球打ちはセンターに大きな当たりが飛んでいる渡辺の打球ですが、どうだ、見送ったのか、入った、ホームラン、栗山監督の笑顔。もうこのように三振の率が高いピッチャーなので、はいはい、スライダー打って初球打ち、サードゴロ、堀が3人で締めました。ナイスピッチング、渡辺の候補もありましたが。